川崎のルーフィンラッピング車 PKGRA274 貫日産ディーゼルスペースランナー RA、川崎市バスの職業車川崎のルーフィンとは川崎市交通局のイメージキャラクターである。川崎市交通局では同局の交通事業イメージアップの一環として子供から大人まで誰もが親しめる市バスのイメージキャラクターの作成をコンペ形式でが愛中し、 2007年10月26日に同局ウェブサイトで決定したキャラクターを公表すると共にその愛称の募集を開始した。2008年2月5日、応募作品1521件の中から川崎ノルフィンを選出した。ノルフィンはシバスに乗ると英語エルフンのエルフィンを組み合わせた造語である。キャラクターは愛称がつく前から活躍を開始。 2007年11月3日の川崎市民祭りが着ぐるみのお披露目となった。従来もシバスやバス停を擬人化したキャラクターは存在したが、コンペの末に作成されたキャラクターは、靴の部分がシバスを模したローラースケート風になっている他は、全体的に妖精、ロボットその他人間を擬したものになっている。そして、親しみやすさを感じさせるだけでなく、 着ぐるみかも容易なデザインに仕上がっている。2008年3月からラッピングバスが潮浜営業所に1台配属され、1日10本程度運行。2009年には別デザインのラッピングバス1台が、和紙がみね営業所に導入された。またのルフィンのステッカーが貼られたバスが、全営業所で計104台在籍している。その他に携帯ストラップや記念バス共通カードなども、 販売された。ありがとうございます。